はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、沖縄県の浦添市にございますジャイアントステキさんにお邪魔しておりまして、もうね、目の前に見えております。そう、本日はチャレンジメニューでございます。今回ね、こちらのジャイアントステーキさんで挑戦させていただくメニューが5キロのステーキ丼ということで、めちゃめちゃうまそうなんですけど、ものすごくきついらしいんですよ。実はですね、先日マックスさんもこちらのメニューに挑戦しに来ておりまして、結構やばかったと、まあ、事前情報をいただいております。で、今回のチャレンジメニューなんですけれども、こちらの条件の方が制限時間が45分、重量が5キロのステーキ丼となっておりまして、成功の場合はお食事代が無料の上に5000円分の商品券がいただけるそうなんですが、失敗の場合は12000円のお支払いとなっております。今日のチャレンジはきついことがあったんで空腹できております。めちゃめちゃうまそうなので早速挑戦していきましょう。はい、お願いします。3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。よし、いただきます。そしたらひとまず肉からいこうか。うわ、うまそう。これちょっと見えます？めちゃめちゃ最高のレア加減でございます。いただきます。うまっ。うん、やわらか。うんうん、これはやばいわ、ガチでやんないと。ちょっとマジでクリアやばいかも。これは細かく切った方がいいかもね。うまっ。チャレンジって忘れるぐらいうまいわ。肉やらか。マジでね、ステーキっていうか牛肉のたたきぐらいやらかくてね、火がレア、うん、火がレアっていうか火の通りがレアだね、うん、うまっ。うん、ちょっとご飯見えてきましたんで、ステーキ丼ですからご飯と一緒に食べましょう。うまそう。これいただきます。うまっ。これ、ね、ソースが結構甘辛系なんでめちゃめちゃご飯に合うね。うまそしたらこれ温玉ディップしてみましょうか。よっ。うわ、うまそう。これやばいね。うまっ。めっちゃうまいな。このチャレンジメニューはめちゃめちゃ贅沢だわ。これならむしろ12000円、安すぎるぐらい。ん？ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいるね、ご飯の下に。うん、ハンバーグだ。皆さん、ね、ご飯の下にいいサイズのハンバーグ入っております。ハンバーグでもご飯食えんのか。最高だなこれ。うまっ。うまっ。これ何個入ってんだこれ。
でもね、こういうレアステーキ系ってのは普通のステーキよりも柔らかいんだけど弾力があるから、ね、咀嚼も増えてかなり顎がやばいかも。ちょっとご飯も進めないとやばいな、バランスが。このタレはうまいからな、お肉なしでも十分うまいんだよね。でも今でやっとこの上のお肉が半分ぐらいかな。こんだけ食べた半分って相当肉あるけどね。うまうん、今これで一通り上のステーキの方は一口大にカットできたかな。これでやっとステーキ丼として食えるわ。うん、うこれお肉はお肉で食わないとちょっとね間に合わないかもしれない。今ね、顎がやばいね。だんだんね、噛めなくなってきた。
あ、ごめん。あ、もう、あっか。そう、そのまま食べました。思い返り。ということでですね、本日のチャレンジは、見ての通りというか、結果ですね、失敗でございます。もうとにかくね、顎が開かなくて、ごめんね、喋りもちょっと聞き取りにくくなってると思うんだけど、ただちょっとね、皆さんに勘違いしてほしくないのは、めちゃめちゃうまかったです。味はものすごくうまくて、後半口が開かなくなってしまって、おちょぼ口気味というか、小口気味でね、ちょっと食べてたので、勘違いされる方ももしかしたらいらっしゃるかと思うので、そこはねちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、本当にお肉自体めちゃめちゃうまかったです。乗ってたねステーキの方なんかも、表面はねしっかりと高温で焼かれてるので香ばしさがあるんだけど、中はねめちゃめちゃレアな状態になってるんで、お肉自体のねうまみとか香ばしさ、これが加わって、本当にステーキ丼としては最高の一品でございました。またね、中に入ってたハンバーグなんかもかなりジューシーには仕上げてくださって、すっごく美味しいので、ね、改めてチャレンジしに行きたいなと思っております。というか実はね、今ジャイアントステーキという名前になってるんですけども、以前はねゴリラパンチさんという店名でして、3キロのねステーキセットのチャレンジは挑戦しに来てるんですよ。なのでもともとねステーキは美味しいっていうのは把握してはいたんですが、ハンバーグもねここまでうまいのかと感動いたしました。裏添えですと、まあだいたい国際通りの方から来れば20分ぐらいかな、車で。ぜひねこちらのジャイアントステーキさんで美味しいねステーキやハンバーグ皆さんも食べていただきたいなと思います。いや、おそらく結果的には4キロいったかいってないかぐらいかな。なので全然ねこう喋る余裕もあるんだけど、まあ結果的にはねちょっとスピード感が間に合わなかったということで、今回は失敗となりました。まあ今回学んだことはですね、皆様もステーキの食べ過ぎには気をつけましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方も指導しておりますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。